あーこれこれこれ、ほら来た。あ、来た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 、すごいすごい、ものすごい速度で追ってくる。どうも、鳥の爪団ソトです。ホラーゲーム企画からソツメ第583弾はこちらのゲーム、ミートリーズストレージワールドをやっていきたいと思います。ついこの間実況が完結したばかりのベンディシリーズなどを制作しているスタジオのマスコットキャラクターが襲ってくる短編ホラーゲームになりますね。公式が誰でも遊べるように無料で公開してるんですけども、ゲームのキャラクターじゃなくてスタジオのマスコットキャラが襲ってくる、ここ斬新で面白いですよね。早速どんな恐怖が待ってるのかやっていきましょう。スタート。取り詰め。さあ、ということでやっていきたいんですけども、実際に開始する前にちょっと面白いなっていうのがあったんで紹介しておきますね。 M ボタンを押すとここマーチって書いてあるんだけど、ほらパフパフっていうのを鳴らせるみたい、こうやってっていう、なんかもうめちゃめちゃどうでもいい機能が実装されてるんだけども、ここのスタジオはなんかやっぱあれだよね、すごく遊び心がありますよね。ベンディシリーズとかでもさ、あの壁が通り抜けられるようになってイースターエッグがあったりとか、なんかそういうところにすごく遊び心感じるんだよな。ということでじゃあやっていきましょう。 Welcome to Happy Storage。 ハッピーストレージ、なんかやばい倉庫なんだろうけど、うわすごい足早いね。あ、ピー、なんか一個取った、このなんかリモコンか、あ、これを使って開けられるのかな。ほう、ここがエグジットオンリーなんだね。あーなるほどね、 F でフラッシュライト、多分リモコンで開けられる場所が決まってるってことだな。あ、緑色に光る、ここは開けられるってことか。あーすごいなこれ、めっちゃ怖いね。でこの中に何かがあるかなっていうのを調べていくってことか。お、待って待って、なんだなんだ、開けらんない、開けるなんかガタガタとか言ってたよね今ね。あーでも中には段ボールがあるけど特にいじれないのかな。あ、ここも開けて、開けた瞬間なんか出てくる可能性があるってことだよね。あ、なんかこれは宝箱みたいなのあるけど、ロックかかっちゃってんのか、コードが必要なんだね。右上なんか電池のマークついてるんで、なんかフラッシュライトも時間制限みたいなのが存在するのかな。いや怖いな、このミートリーちゃんっていうのかなが襲ってくることになると思うんだけども、短編だしね、そろそろ出てきそうだけどね。あー、この赤いところは全体的に開けられるわけだな。一箇所一箇所当たっていくしかないわけ、外れ引いたら即出てきそう。あ、1だって、なるほど、数字を見つけて、で、いるな、ミートリーほら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 、左行った。あ、もうすでに徘徊してたんだね。危なー。いつ見つかるかわかんないね。ちょっとじゃあこっち側の表面ガンガン開けていこう。数字を4桁見つけていこうっていう話だよな。とりあえず1が見つけられてるから。あ、1と5。お、いいよ。お、なんかダイイングメッセージみたいなのが書かれてますけども。怖いな。あ、ちょっと待って、電池なくなってきてるな。やばいぞ。結構スピード感持って開けてはいるんだけど。そろ来そうだよね。ああ、いる、あっちがいるのか。1と4と5、オッケーオッケー、あと1個、あと1個、この辺やばいかな、中央のエリア1個ぐらいありそうだよね。なんだ、シャシャ言って、シャシャ言って、ニトリなんか右側から来そうなんだよな、こっち側に1回ないな。145までは分かってるんだけど、あやばい、フラッシュライト消えた、電池なくなっちゃったね。待って、フラッシュライトないとさ、これ、あ、倉庫の中が分かんないんじゃない、やばいやばいやばい、なんか追ってきてんのか、うわ真っ暗闇だ、これなんかどっかで充電とかできないのかな。ちょっと一番、あ、なんだ、いや、来た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 、ちょっと待って、真っ暗すぎる、真っ暗すぎて何も見えないけど、とりあえずわずかな光を頼りにこっちこっち行って、どっかで充電できるとこないかな。エグジットオンリーのこの辺とかでさ、ダメか、ダメだな、145、あと1個なんだけどね、やばやば、ちょっともう一回襲ってもらう。おお、すごい、意外と声低いんだなあいつ。これは、あーでも正式に番号分かってないと打ち込めないのかな。うーん、なんかそもそも打ち込むっていうものになんないもんね。ミトリー、フラッシュライトの電池なくなっちゃった。
どうしたらいい？あー、来た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 。あー、いいね。なるほどね。フラッシュライト使いすぎもダメだから気をつけないとなってとこだな。まずこの赤シャッター開けるだろう。フラッシュライト使えるようにはなるんだけど、序盤はまだいいとして、ガンガンも開けてって、もうあの数字の確認は後ですればいいんじゃないか。あー、奥見る。そしたらこの辺から見ていこう。今開けたやつわーっと見ていって、いや番号でもどれもないのかマジかよ。ここはさすがにやってくれよ。ないか。開けたとこ全然ないね。存在してない。フラッシュライト行った人、節電節電だね。いや全然番号ないじゃんな。え、待って、こんな見つかんないもんだろ。ないねあー、そこいるけど開けさせて。意外と一箇所にとどまってんのか。やばい、あぶねこの辺にさっき宝箱あったよね。あ、でもそれ一緒なんだ。これ何なんだ。あ、これ見た後じゃないと番号が出現しないってことじゃない。あ、左下に出たから、なるほど、そういうことか。それから番号が出現するから、あー、じゃあ一箇所ずつまた見ていく必要がある。血文字が出現してるはず、どこかに。ないな、でもな。ないね。あ、やばいやばいやばい、あいついるな。あ、5番、あったあったあった。あ、やばいやばい、5番はある。じゃあ145までは一緒なのかな。あ、書いた書いた、なるほど、番号にタッチしないといけないんだね。やべ、フラッシュライト消えたわあー、これもうだいぶしんどいね。あー、でもこの赤いライトでもなんとか一応照らされてはいるから、近づけば番号取得はできそうだな。ただそもそも視界が悪すぎてミートリーと接敵した時がだいぶやばいよってとこだな。あ、オッケー、書いた書いた。やばい、キャ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 、待って待って、ダッシュ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 、やばい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 、巻いてけ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 。 BGM 切れれば大丈夫。こっち確かさっき5番あったとこ。うわー、ちょっともうやめて、もうやめてやめて。あと1個なんだけど番号、もうフラッシュライトもないし、まだ開けてない可能性もあるわけだよな。あ、やばい、鳥肌当たってきた。あ、待って、この辺のさ、入り組んだところに1箇所あったじゃない。あーあー、でもここじゃないのか。番号ラストなんか1個あるかなと思ったけど、なんも見え。あった、オッケー、4514だ。オッケー、で、あともうここで開ければいいんじゃない。よし、ドーナツ、な、え、ドーナツ？イグジットできんの、ドーナツで。無駄に開ける必要もないか。確かイグジットこっちの方。あ、いったいったいった。あー、でも閉まってるよ。え、ということは食べさせてあげるのかな、あの子。ドーナツ食べるの？ミトリー、明るいとこに来たよ。ずーっと画面暗くてごめんねミトリー、どこでざわざわしてるの？いる？こっち？暗いな。ざわざわする？これを誰に食べさせてあげたらいいんだい？ミトリーいなくない？あ、なんかこういうメモ帳も一応見れるんだね。このドーナツはどうしたらいいんだろうね。目のマークとかもたまに確かに貼ってあったけど、それも関係あんのかな。ミトリーがいなくなっちゃったんだよな。あ、ここじゃない？あったわ、イグジットオンリー。ここかな、開けられる。ああ、なになになに、下に落ちたの。あ、どうも、ドーナツあるよ、食べる？怖っ音怖っ。おーパート2も作ろうとしてんだ。へえ、
いやちょっとあまりにもフラッシュライトが切れるのが早すぎてちょっと大変だったけども、まあなんとかとりあえずクリアできましたね。ちょっとじゃあ最後にもう一回ミトリーズに会いに行こう。あ、最初覗き込んでくれるんだ。ああいう演出もあったんだね。見逃してたけど。あ、でもこっち来ると一回いなくなってんだ。あれかな、じゃあ3個くらい開けたタイミングで最初ガガガーンみたいななんか言ってたじゃない。あれが出現した証だったのかもしれないね。あーこれこれこれ、ほら来た。あ、来た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 、すごいすごい、ものすごい速度で追ってくる。バック走でいきますよ。うわやばいやばいやばい、引っかかった。あーやばいやばい。楽しい。いやいいな。あー捕まった。 Welcome to Happy Story. わ、結構捕まると普通にびっくりする演出になってんな。 いつだって追われるっていうのはドキドキしちゃうよね。はい、ということで今回はマスコットキャラクターに襲われるホラーゲームの方に挑戦してきました。またこんな感じでいろんなホラーゲーム挑戦していきたいと思ってます。そういった動画が気になる方はぜひチャンネル登録して取り除く何に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。